こんにちは、親父の家のじじいです。もう何十年も前から私は水光電の大ファンでした。そしていろいろなグッズを買って集めていました。何日か前に整理をしているとこれが出てきました。水光電のメダルセットです。これを買ってた頃には銀貨や銀に対して何の興味もなかったんですが、今日この頃はそれしか興味がありません。これを開けて調べてみたいと思います。中にはこのようにアルバムが入っています。開いてみます。水光、これはあれでしょうかね、鑑定書、保証書入っています。水光電のタイトルとの水光電の説明が書かれていると思います。中国語と英語なのでさっぱりわかりません。開いてみますと、さあ出てきました。これです。この1ページには1,2,3,4,5,6,7枚、そしてそれぞれ1枚にこうタイトルがついているんですが、これもちょっと分かりません。問題なのはこれが銀貨だったらいいなということです。次開きますと、水光電というのはいろいろなエピソードが集まって、最後にそのエピソードの主人公みたいなのが108人集まるという壮大な物語です。そのこれはエピソードの中の一つですね。そこにも8枚のメダルがあります。で次をめくって、これもそのエピソードの一つですね。こちらが、これが連環馬というやつですね。馬の足を結びつけて長い列の馬を作って戦うというやり方、ここのメダルはそれに関するメダルなのだと思います。で次、はい、でこれが最後かな。で一枚一枚に細かくその場面の様子が彫ってあります。この裏面は
どうやら一緒みたいです。不安なのがですね、この鑑定書とか保証書とかそういうののこの文字の中に銀という文字が一つもないということです。これをどうして読み込んだらいいのか、これを見てこれが銀かどうかわかるかどうかっていうと、私の技量ではわかりません。ではちょっとこれを読み込む作業をしたいと思います。 Google 翻訳で翻訳をしてみたいと思います。ではそれを聞いてみましょう。聞く。鑑定書中国古典文学傑作記念メダルには三国志三遊覧五郎軍三遊記金の戦争四枚の戦争監修したものです。戦争中の古典書を LTD によるこの製品の中国四大古典の直径 33mm 厚さ 2mm のシールが22枚入っています。材質は銅ニッケル合金です。生産数は3万個限定です。はい、ということでこの水滸伝のメダルはニッケルでした。まあ残念ながらこれは銀ではなかったようです。それではバイバイ。